村に向かいましょう。西でいいんですよね。平福村ですね。回復の宝力2回使えると15前後回復なので、 HP としては59あると思っていくと。うっす、こいつはそこまで大したことはない。かわされるのかな。かわされる率が高い。はあ、橋か。橋渡るとやばいっていう。こっから見えるかな、村。全然見えないですね。なるほど。なんかあるかな。なんもない。特に、ちょっと橋はやめよう。橋はやめよう。その他行けるところ、最初の村の有馬の里の南西をまだ探索しきれてないので。ああ、特にないですね。ここはミサの国でしたっけ。だいぶ戦闘が楽になってきました。お、なんか浮いてるな。浅瀬かな。ザザザザザザは HP そこそこ高いんですよね。うわー、避けるね。戦闘曲のさ、途中からドラム入ってくる感じがいいね。ほら、29いかないでしょう。もろこし見るとすごい安心する。で、レベル4になってももろこしを一撃で倒せないっていう、ね、じゃあ一旦戻りますか。お、連続攻撃ナイスです。お金がね、比較的貯まりやすいと。その代わり、そのお金で武器防具を買ってもあんまりステータスが上がらないと。あ、ここに来るともう敵が次のフィールドの敵になるというね。全然村見えない。あー、これ怖いね。繋がってるじゃん。しかも繋がってるじゃん。いけちゃうじゃん、こっからでも。ちょっと怖いね。慎重になろう、こっからは。瞬間かぐわしい春の香りで犬、あー、ラリホーまどろんでいる。やば、魔導士じゃん。魔法使いじゃん、こいつ。魔法使いだ、こいつ。あの顔と、あの細さで。やばいやばい。瞬間って言ってたっけ。いや、最初、なんか火の魔法かなって思って、宝力。あの、瞬、一瞬の瞬に火って書いて、瞬間。やべ、かっけーって思って。そしたら、まさかのラリホー。眠り宝力。いや、でも眠り宝力はやばいね。1対1においてまだちょっと体力あるね。あとアイテムをね、まあ皆さんも気になってると思うんですよね。アイテムが気になるんですけど、装備ですよ、問題。装備、これ1、2、3、あと多分草履と盾
あ、違う、傘か。傘、頭ですね。カラカッサとか、サンド傘とか。あと、2つ道具で持てちゃうんですよね。で、道具の欄の中で装備で埋まると、5個。どんぐらい道具持てるのかっていうのが、すごい、まだわからないので、道具の欄で、8個しか持てないって言ったらめちゃめちゃに厳しいですよね。やばい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 、エンカウントやばいな。山のエンカウントがやばいのかこれ。ああなるほど、不意をつかれることもある。まあそれはそうか。はい、ここまで来て上にも行けるし、上からこっちからも行けるということが分かりましたね。なるほどね。また橋ある。こっちか、庄屋丼の家って。橋あって、あーびっくりした。ボス顔ランキングトップ10、ちょっと怖いね。オッケーオッケー、少しずつ広がっていくよ世界が。メタルスライム的なやつが、まあまだ早いけど、いたら欲しいですね。借りたいですよね。イカナットを買っとく。なんかイカナットあたりが回復な気がするんだよね。まだいいか、半分になったら半分になったでいいわ。死んだら死んだで。とりあえず南西行きますか。庄屋丼がいると。橋渡る前のこっち側を、おお、やば、意地を見せてきたこいつ。毒の息吹で7。でも毒は食らってなさそう。やっべ、あいつ要注意だな。さすが腐っても鬼って感じか。怖え、急に怖くなったんだけど。うわ、よし。いやでもこれで14両、まあまあ確かに14両の価値はあるわ。あ、そっか、これは多分下とつながってる洞窟ですね。あれ、いやまだ通せぬみたいな感じか。これより先は妖魔が大勢おるそうじゃ。お主一人で通せませぬな。洞窟の曲かっこいい。そのうち、いやでも聞くことになるんでしょう。ここら辺の敵になってくると油断するとやばいって感じか。おっしゃ、4と8、2回さらに増えた。2ポイント2ポイント、ナイス。これだよね、レベル上げ、レベルがそろそろ上がりそうだぞっていうのを利用して冒険を進めていくのも大事。おーし、8のダメージ、成長したな。4から5で、これはでかい。これで上の探索もできると。
ほら、毒やってこねえのかと。7のダメージ、鬼に7のダメージ与えましたから。よしよし、いいよいいよ。ただ調子に乗るとやばいんでね、あくまで冷静に行こうぜ。村がどこかにあるはず。小さな村が、小さなね、村がね。怒られるわね、本当に。普通に案内するとき、あそこ田舎の村ですよとか言わないから。一応先端を見て少しでも情報を。洞窟があるね、あそこ上あそこに洞窟があると。こいつしか出ないね。ちょっと中途半端なんですよね、お金もらえるの。ガマの油、これは何でしょうかね。なんか売ってたよね、モグラのなんだっけ、モグラのなんたらと。あー、あったたたたたたた、ラッキー。ちょっと全体見ようか。あ、全然ちっちゃくないじゃん。まあちっちゃいけども聞こえるぞと。安らげの笛をご存知ですか。ご存知多いな、ご存知多いな。鳥居で吹けば身も心も癒されるとか。ほー、安らげの笛だから、安らげの笛を吹くと回復すると。妖精の笛みたいな、安らげの笛ね。超レアアイテムじゃない。平福村へよう参られた。ほら、いい人じゃん、やっぱりめっちゃいい人。コケコッコーと絶対喋るやつ一人いる。コケコッコー、コケコッコー、いないですね。夜になると喋るやついるんじゃない。西の岬の洞窟に妖魔たちが住み着いているんだってさ。あー、さっき見たところかな、もしかして。のどかないい日でございます。ほら、いいとこよ、いいとこ。ヤマトは5つの国から成り立っているのよ。国章の国、タラマの国、ウザンの国、ムツの国、そしてここミサの国よ。もうミサの国でいいわ、もう。ほら、この世で怖えもんなどなんもねえだよ。調子に乗ってんな、調子に乗んな。一人だけ調子に、まあいるいる、平和の村でもああいうやつは一人はいる。あ、モグラの足か。ガマの油、金ワシの羽。うわ、金ワシの羽は絶対これキメラの翼なので、ガマの油は毒消しか、多分。かなと、モグラの足で回復するか。素早さアップ、モグラ、モグラ土を掘る感じだよな。なんかイカナットはなんか回復っぽい。ちょっとガマの油、もう少し HP 減ったらガマの油使ってみようかな。あ、ここも外出ちゃうと。おっつ、
まあまあランタンがねまだ使えるんで、ああここさ、橋渡ったらやべえんじゃねって言ったとこだから。今お金は266、だいぶだいぶ来てる、来てます。ああ全然外が見えないですね。ミサの国、他の5つの国が見えるかなって思ったけど、最初有馬の里の右下から見えたあの五重の塔みたいなところは多分別の国のことなんでしょうけどね。岬の洞窟、とりあえず岬の洞窟をなんとかせえってことだな。多分そこにタヌキ、タヌキいるな、タヌキ絶対いるな、そこに、そこにタヌキがいるから、あとはどっち先行くかだよね。あの本当に左下から行くのか、左下の橋もまだ渡ってないので、どうしましょうかね。橋渡ってどうかな。うわっ、やっば、怖っ。毒に毒のイカズチちょい強。じゃあここでもしこれが毒消しだったら使えないってことになる。ガマの油、お体力回復でした。あーじゃあめっちゃ安いっすね、15両。なるほど、買っとくか。大丈夫かなこれ。ちょっと怖い。ダルマ大使と水気でビビってる時点でお前は負けていると。だからちょっとまだいけない。400両のさ鎧あったじゃない、あれを変えればいける。木の銅が70なので6割742両で売れるので、もう多分買えますので、ザザザザザザが出てくれれば、ザザザのザザザが出てくれればね。おー出た出た、このザザザさんが給料を持ってるんで。山だとエンカウント上がるかな。よし、ヤマタとヤマ、いや、なに、ヤマトオノコ、完全にねミスズ学園ですけどね、あれ見るからに、ね。わあいいねいいね、エンカウント上がるよ。もう溜まったんじゃない。ああ全然か、3158あればいいから、あと27両。うわ、出てほしいときに出ないっていうね。おお、こいつめっちゃいいやつ。みすず学園マジ最強。怒涛の油。よしよしよし、ここいいじゃん。あと20両。ここエンカウント率低いんかな、ここは。これであと11両。
やばい、効き目はなかった。よし、あと2回の戦闘ですね。森の方がやばいのかな、エンカウントね。よし、あと2両ってことはもうあと1回の戦闘でたまるっちゅうことですわ。14しか回復しないね。 OK。 いやー、美鈴学園マジいいわ。ガマの油落としてくれる。で、今が防御力16年、多分木の銅が40以上で売れるので、ほら、 OK。 で、買いましょう。これで今のところ最強装備ですから、弱々の最強装備。やどや止まれねえ。で、装備2上がりましたね。2上がった。400両かけて2上がったと。よし、まあいっか、最初の有馬の里行って止まれば OK か。いや、もうここら辺のやつじゃ相手にならんすね。この大和王の子っていうの、こいつはマジで美味しい。10% から 15% の確率で落とすのかな、そんぐらいな感じだよね。ですよね。まあ、ただあれから分かったのは、敵も相手も落とすと。よし、じゃあ橋渡ろうか、左下の。さあ行きましょう。ここが楽しいとこなんですよね。楽しみの一つ、最強装備をね、掲げて新しいとこに行くと。なんせ400両ですよ。400両のやつ買いましたからね。最強ですよ。それ引っ下げてですからね。おっしゃ、水気も1。まあ毒やられたら分かんないですけど。さあ、どこから歩くか。おーっと、おー、あれか、あれがなんとかドン、なんとかドンの家。でかい家に住んでますな。金持ちじゃないですか。話しかけないっていう、すいませんね、先に話しかけろやっていうね、あれですけど。めちゃめちゃでかい家。ちょっと待って、これタンスとか本当に調べられないのかな。何もないわけないでしょ、こういうとこってないのか。これ何でしたっけ、なんとかドンって言ってたよね。とかドン、めっちゃ金持ち。そりゃ大層名の知れた
すごい人なんでしょうね。宿屋超えてるわ。庄屋丼。え？庄屋でございます。え、ちょっと待って。なに。アイテム、なんか、イベントフラグこなさないとダメなのか、これ。庄屋丼。家あったのはいいけど。庄屋って、あ、そう、まあまあいいや、わかったから。連続攻撃いいね。わあ、だいぶ何も見えない。あ、洞窟がある。まあ、敵はこのクラスだと。清めの塩。いいね。別の大陸がちょこちょこっと見える。鳥居が見える。オッケーオッケー。いやー、楽になってきたわー。一番楽しい時期。大学入学して1ヶ月2ヶ月ぐらい、絶対なんかある。めっちゃ楽しい。まだ何にも知らない時期、やることいっぱいある。モサどもの存在も知らない、一番楽しい時期。よし、ってことはお嬢さんの言ってたね、洞窟、岬の洞窟に妖魔が集まってるよっていうところだね。めっちゃかわす。余裕だぞと。てめえの動きは全部見えてっぞと。よっしゃ、4も上がった。いやー、もう怖いもんなしですね。もう行っちゃいますか。これ、はい、もろこし一撃一口でトウモロコシ食いました。もう行っちゃいますかと。ガマを落としていけ。落とさねえ。調子こくだけの強さになってます。よし、ほら、ものともしねえぞと。気持ちいい。岬までだいぶ距離あるけどね。ほら、春夏秋冬やってこいやと。眠ってても倒せっぞと。よし、頑張ってこうか。じゃあここで頑張っていくか。ガマ売ってくれよ。これ大事だな。ちょっとこれ一旦買って、あとアイテムをどのぐらい持てるか、これをガマで試そう。だいぶモテそう。あと2個買える。あ、すごいモテるじゃんアイテム。え、すげえ。これいいね。いや、これいけるだろう。もう、ただちょっと死んだらどうなるのか怖いんで、セーブだけ取ってきます。取ってきますと。ガマッテちゃんですよ、ガマッテちゃん。オッケー。ほら、ビビって敵が出てこねえと。春夏秋冬効き目ねえぞと。
砲撃は多分なんかレベルに左右されるのかな、ああいう状態以上は。もう多分ザザザのレベルとこっちのレベルの方が高いから、ザザザの砲撃が効きにくくなってると。オッケー、タヌキ待ってろよ、今助けてやっから。お、己を知る、56ポイントすぐすぐすぐレベル上がると。オッケー、じゃあ次回あの洞窟に向かいたいと思います。